エルをご覧の皆さん、こんにちは。タイです。シュンです。今日は僕たちのバッグの中身を紹介します。イエーイバッグから、紹介しますか。はい、はい、これは、アーダーエラーです。なんでこれにしたんですか。なんでなんか青でこういう色のあるバッグを持ったことなかったから初めて。かわいい。あとこいつもエンジェルスライムです。ショッピングモールのガチャガチャして当たったやつ欲しいやつが当たったんで、ね、そうじゃあ中身見せてください。はい。違うよ。これ何。これはアンカーです。何アンカーってあ、これは新作のモバイルバッテリーです使いやすいですか、そう、これめっちゃ便利で充電しながら携帯充電できるから、でもしかもモバイルバッテリーだからめっちゃ便利、超活躍してます。次、これは財布です。台にもらったものですなんかなくしちゃってね、どっかでね、元々持ってた。でもこれいつから使ってる。これこれめっちゃ長い、もう多分5年ぐらい持ってて、シュンがなくしちゃったからこれをあげました。可愛いってめっちゃ可愛いね。次はサングラスとサングラスケースです。これは無印で買ったサングラスです。可愛い。可愛くない。うん。これは2人で買おうって言ってめっちゃシンプルでちょっと一目惚れした。シンくんが見つけたアイテム、イヤホンと、おお、これは良い。これいい。ソニーさんのと化粧水。日中にやっぱり化粧水のミストだけだと逆に乾燥してまた乾くので、これは3層になってて化粧水、美容液とオイルが入ってて、これ振って気持ちいい。あの日焼け止めも塗り直すので日焼け止め塗る前にこれを使うっていう。あと日傘です。大事。日焼け大敵なので大事です。これかっこいいね。そう。あとはリップです。どこのですか。資生堂のメンズラインの。てかんないんだ。うん。良きです。良きです。はい。リップ。かっこいい。なんかスタイリッシュ。なんか俺のやつよりかっこいい。と、これが携帯です。ドラちゃん。なんでドラちゃん好きなの？青。猫好きだから。猫っぽくないけど、ドラちゃん確かに、かわいいはい、終わり。はい、終わり。うん、終わりだ。終わりです。終わりです。じゃあ、大くんのバッグ紹介お願いします。はい、僕、おー、ナッツ。僕とシュンは今、グルテンとミルク、乳製品、そう、避けてるから本当に食べれるおやつがないので、お腹が空いたらナッツ食べます。カードケース、あの身分証とか入ってます。隠すのにちょうどいい20ドル札と、あと5円が入ってる、ね、そう、僕5円玉大好き5円がありますようにということで。そうそうそう、5円玉旬に使われると怒ります。怒られましたこれはお揃いの旬が見つけたサングラスケースと、そうだ、色がちょ、これサングラスです。これはナイテッドアローズさんで買いました。めっちゃシンプル。僕あんま似合わないんですけど、メガネ、これは結構いい感じです。次、これはあのお仕事で名刺をいただく機会が増えてるので皆さんの名刺が入ってます。入学祝いに親戚の人からもらいました。化粧ポーチ、シュンと同じ6下のやつ。さっき説明してたから割愛。これは人工涙です。めっちゃいいです。
どんな時もさせる目薬と身だしなみチェック用の内カメ、じゃちょっと違うので鏡とコンシーラー、ルクラランス、そうです、リップが2本、これは香りがないのでなんかご飯の時とか前後にこれつけて、質感はスリーさんのこれが一番好きです。めっちゃいい、いい匂いする、なんかアロマ系、うん、でもなんか匂いじゃなくて成分の香りらしいです。すごくおすすめです。終わり。お財布、これはめっちゃ可愛いでしょ、うん、サンローランさんの緑はすごく珍しいと思うんですけど、緑が好きだもんね。そう、僕緑大好きで、チュンとお揃い、日傘マッケントッシュさん、これも60センチの大きいやつです、うん、あ、イヤホン、イヤホン最近買い替えたね。そう、なくしてなくされて喧嘩して新しいの買いました。坊主さんのこれすごいんです。すごかったね。耳の穴が塞がらないのでつけたまま音楽聴いてシュンと会話ができます。しかもここの耳のここが音響スペースみたいになってて、そう、会場にいるみたいに聞こえる。そうなんです、結構感動的。ぜひ。そんな感じです。これ最後にバッグを紹介し忘れてました。僕が初めて手にしたデザイナーズバッグ、ロエベさんのセカンドハンドで買いました。めっちゃ柔らかくて、きっとこれからもずっと大事にしていきます。以上です。はい、僕の中身紹介はいかがでしたでしょうか。Lデジタルの記事もぜひご覧ください。以上、以上です。あ、ダイでした。シュンでした。ありがとうございます。バイバーイ。